イラン革命は、イランパフラビー町において1978年1月に始まった革命である。亡命中であったルホラーホメーニーを精神的、指導者とするイスラム教中にイマーム派の方学者たちを、支柱とする国民の革命勢力が、モハンマドレザーシャーの先制に反対して、政権を脱取した事件を中心とする政治的、社会的変動を指す。民主主義革命であると同時に、 イスラム化を求める反動的回帰でもあった。イスラム革命とも呼ばれる。パフラビー長下のイランは、石油国有化を主張して、アメリカ合衆国の干渉政策と皇帝によって、無念のうちに失脚させられた1953年のモハンマド・モサテク首相失脚後、ソビエト連邦の南側に位置するという地政学的理由もあり、西側諸国の国際戦略の下で、 アメリカ合衆国の援助を受けるようになり、脱イスラーム化と世俗主義による近代化政策を取り続けてきた。皇帝モハンマドレザーは、1963年に農地改革、森林国有化、国営企業の民営化、婦人参政権、識字率の向上などを盛り込んだ白色革命を宣言し、上からの近代改革を推し進めたが、宗教勢力や、 保守勢力の反発を招き、イラン国民の中には政府をアメリカの傀儡政権であると認識する者も,もいた。パフラビー皇帝は自分の意向に反対する人々を秘密警察によって弾圧し、近代化革命の名の下イスラム教勢力を弾圧し排除した。1978年1月、パフラビーによって国外追放を受けた後、 フランス・パリに亡命していた反体制派の指導者で、12イマーム派の有力な法学者の一人であった、ルー・ホン・ラー・ホメイニーを中傷する記事をめぐり、イラン国内の12イマーム派の聖地ゴムで暴動が発生。その暴動の犠牲者を弔う集会が、死者を40日ごとに弔うイスラム教の習慣と、相まって雪だるま式に拡大し、国内各地で、 反政府デモと暴動が多発する事態となった。皇帝側は宗教勢力と事態の収拾を図ったが、9月8日に軍がデモ隊に発砲して多数の死者を出した事件をきっかけにデモは激しさを増し、ついに公然と反皇帝、イスラム国家の樹立が叫ばれるようになった。11月、行き詰まった皇帝は国軍参謀長のアズハーリーを首相に起用し、 軍人内閣を樹立させて、事態の沈静化を図ったが、宗教勢力や反体制勢力の一層の反発を招くなど、事態の悪化を止めることができず、反皇帝政党である国民戦線のバフティアールを首相に立てて、翌1979年1月16日、国外に退去した。バフティアールはホメーニーと接触するなど、 各方面の妥協による事態の沈性化を図ったが、ホメーニーはじめ国民戦線内外の反体制側勢力の反発を受けた。2月1日、ホメーニーの帰国により、革命熱がさらに高まり、2月11日、バフティアールは辞任、反体制勢力が政権を掌握するに至った。4月1日、イランは国民投票に基づいて、イスラム共和国の樹立を宣言し、 ホメーニーが提唱した法学者の統治に基づく国家体制の構築を掲げた。第一に、この革命が全く民衆自身によって常時されたことである。冷戦下の1970年代当時はアメリカ合衆国とソ連の派遣争いと、その勢力圏下の国や民間組織がアメリカ合衆国やソ連の代理としての戦争や軍事紛争、政治的、 経済的な紛争が世界的に発生、継続していた国際情勢だったが、この革命の場合は、反米、反キリスト教を掲げながらも、ソ連には依存せず、インドやインドネシアのように、米ソのどちらの勢力にも加わらない中立の姿勢を堅持し、第三世界の自立性の強化を歴史的に実証し、当時第三の勢力として、 実力をつけつつあった第三世界の傾向を強烈に示したのがこの革命だった。第二に伝統的な宗教であるイスラーム教を原動力にしていることである。革命の成功後、日本ではそれが政治的な変革に過ぎず、宗教的、文化的なものではないという議論が支配的だったが、次第に新たな運動のタイプであると認識されるようになった。 イスラム共和国体制はアメリカ合衆国連邦政府が背後から支援して樹立したパフラビー庁を打倒したのでアメリカ合衆国から敵視された。1979年11月にはイランアメリカ大使館人質事件が起こりアメリカは1980年4月にイランに国交断絶を通告し経済制裁を発動した。 また、パフラビー長が西側諸国に発注していた兵器の開発、購入計画がすべてキャンセルされたことで、イギリスのシール戦車やアメリカのキット級ミサイル駆逐艦など、多くの西側諸国の兵器開発に影響を及ぼすことになった。一方で、イスラエルはキャンセルされた F-16 戦闘機を代わりに購入することで、イラク原子炉への爆撃が遂行可能になった。 一方、サウジアラビアなどの周辺のアラブ諸国にとって、12イマーム派を掲げるイランにおける革命の成功は、12イマーム派の革命思想が、国内の12イマーム派信徒に影響力を及ぼしたり、反西王のスローガンに基づく、イスラム国家樹立の動きがスンナ派を含めた国内のムスリム全体に波及することに対する恐れを抱かせることになった。 1980年、長年国境をめぐって、イランと対立関係にあり、かつ国内に、多数の12イマーム派信徒を抱えて、イラン革命の影響波及を嫌った、隣国イラクがイランに侵攻、イランイラク戦争が勃発した。イランの猛烈な反撃により、イラクが崩壊し、産油地域が脅かされたり、12イマーム派の革命が、 輸出されたりすることを懸念したアメリカがイラクに対する軍事支援を行った結果、この戦争は8年間の長きにわたり、イランの革命政権に対して国内政治、国内経済に対する重大な影響を及ぼした。また、戦争は国際化し、ニカラグアの内戦から波及したイランコントラ事件などを巻き起こした。また、イラン革命と同じ1979年に起こった、 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻はソ連がイスラム革命のアフガニスタンへの波及を防ぎたいと考えたのも要因とされている。革命当初、欧米ではイラン・イスラム共和国体制を短命であると見ていたほど西欧にとって革命とその体制は信じがたい衝撃で体制が何年にもわたって継続するとはまるで予想していなかった。しかし、 40年以上この革命体制は、欧米の激しい干渉にさらされながらも継続している。革命後、人々は、国王という共通の敵を失い、政治集団内では新体制をめぐり激しい、権力闘争に突入した。最終的に、ホメーニーを頂点とする、イスラーム法学者が統治する体制が固まり、そこではイスラム法が施行されるイスラーム的社会が、目指されることになった。 しかし、イランには、イスラームの他にも少数ではあるが、複数の宗教が存在している。このような宗教少数派の一部、すなわち、キリスト教とユダヤ教とゾロアスター教とは、公認の宗教少数派として、イランイスラーム共和国憲法第1章第13条で認められている。彼らが運営する、 私立小学校では教育省が作成した宗教少数派用の教科書に従って宗教教育を実施することが義務付けられている。イランのローハーニー大統領によれば、イランには二級市民は存在せず、いずれの宗教に属していても憲法の元平等な市民権を有しているという。しかし、憲法においてはイスラム教徒に加えてゾロアスター教徒、ユダヤ教徒、 キリスト教徒に対し宗教儀礼の自由が認められており、ヒシーア派のムスリムに対して完全な敬意を払わなければならないと定められているものの、これらの四宗教から外れる宗教の信者は教育権や賛成権などの基本的人権も保障されておらず、とりわけ無神論者やバハイ教徒は国内における生活自体が認められていない。バハイ教徒であったものマフムード・ニジャードは バハイ教徒として改修を拒み、また子供たちに対してバハイ教について教えた罪により1983年に処刑された。上記のように西側諸国が世界中で推し進める西欧化とは異なる価値観の体制を革命によって推し進めたため、革命後、欧米諸国の国際的な干渉、内政干渉の攻撃を長年にわたり受けてきた。これには、 欧米のいわゆるイラン核開発疑惑2009年のイランの反アフマディネジャド派の大規模なデモにイギリス大使館の関係者が関与していたことなどが挙げられる核開発に関しては日本では欧米的な論調がほとんどだがイラン側は核エネルギーの生産を目指すもので核兵器開発ではないとしアフマディネジャド大統領は核爆弾は 持ってはならないものだとアメリカのメディアに対して明言している。詳細はアメリカ合衆国とイランの関係のイランの主張の項を参照。イランの核エネルギーの開発はイランの権利であるというイランの立場に理解を示す。国々も数多く、トルコ、ブラジル、ベネズエラ、キューバ、エジプトなどの第三世界各国や中国などの国がイランを支持している。 革命後政府は、大政指自集会や、戦争協力などに女性を積極的に動員してきた。例えば、革命後間もなく、ホメーニーは預言者、ムハンマドの娘、ファーティマの誕生日を、女性の日と定め、この日に大規模な女性集会を組織してきた。またイラン・イラク戦争の時には、女性も、革命防衛隊に動員された。イスラム法学者が統治する体制を浸透させる、 ためには女性の教育が必要であると考えた政府はそれ以降も特に女性教育を重視して学校の増設や女性教育者の養成に取り組んだ。こういった学校のイスラーム化は地方や農村などの保守的な地域の就学率も押し上げた。その結果としてイランの教育機関における女子比率は小学校では 革命前の31%から48%となり、中学では37%から48%高校では36%から48%に向上した。イランでの公立大学への進学は年1回のコンクールと呼ばれる大学統一試験に合格しなければならないが、全合格者に占める女子比率は年々上昇し、1998年には ついに男子を抜いて52%に達し、2002年には62%を記録した。現在では、高等教育における大学生の男女比率は、医学、人文、基礎科学、芸術の各専攻とも女性優位となっている。例えば医療計画部の女性比率は70%、基礎科学計画部は56%、人文系は52%、農業、 獣位系は46%となっている。医療分野を例にとると、国民医療の公営化による普及と、男女分離政策により、女性患者に対するサービスは、女性スタッフが行うことが望ましいとされたために、女性の雇用が伸びている。教育分野においても、同様のことが言え、専門職に従事する女性の83%が、教育関係の職についている。 また大学並びに高等教育機関の専任教員に占める女性の割合は1978年度から1997年度の20年間に17.4%から19.4%へ、非常勤も含めると13.6%から16.8%に上昇した。近年拡充されてきた女性向けの年金制度や育児休暇制度のおかげで、 社会参加と就労がさらに進み、女性からの離婚を申し立てる権利も拡大している。イランでは中等教育までは男女別学が基本だが、教育カリキュラムは中等教育過程での男子を対象に防衛技術を教える防衛準備課を除き、教育の全過程を通して男女同一である。女性が対外的に講習の前では、 体と髪を覆うヘジャーブを着用する義務に対して近年抗議デモが盛り上がり現政権も無視できない状況になってきている。また革命後にイランで学士号までの教育を受けた女性数学者マリアム・ミルザハには最も権威ある数学の賞であるフィールズ賞を受賞した現在まで唯一の女性である。本字についてはウィクショナリーの記事を参考にしたペルシアン を参照されたい。ありがとうございます。